大活躍されました。境川親方、境川ゲア様です。妙義龍関、佐田の海関、そしてたくさんの名力士を育てていらっしゃる境川親方でございます。ありがとうございました。日本相撲協会で出羽海明和さん、出羽海一門の総帥ですね。名門出羽海を率いていらっしゃるのは出羽海明和様でございます。元荻野花として土俵上でご活躍されました。ありがとうございました。続きまして、日本相撲協会副理事藤島武人様、元大関武双山ですね。皆様、相撲を目を閉じれば5倍半出てると思います。激しい気迫の突き押しの相撲を得意として大関まで昇進された武双山の藤島武人様でございます。お疲れ様でした。ところが分かりました。さて皆様、今度は力士の皆様方に挟みを入れていただきましょう。まずは力士会を代表いたしまして、73代横綱照ノ富士春雄様、先日終わった1月8日見事に9回目の優勝を飾りました。豊方優勝まであと1勝と迫りました。照ノ富士関、ありがとうございます。圧倒的な強さを見せました。さすが横綱という声が飛んでおりました。照ノ富士関でございます。さあ続きまして、69代横綱白鵬宮城野翔さん、優勝回数45回、連勝記録63連勝、平成の大横綱です。ありがとうございました。横綱白鵬の宮城野親方でございました。さあそれでは今度は現在現役で活躍をしている幕の内力士、お二人にハサミを入れていただきます。同期生です。まず竜電関、お願いいたします。幕の内の竜電豪志様、今度は同期生の錦木関です。錦木哲也様、お願いいたします。17年間の国交省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 の
まだまだ元気ですからね。これからまた三役を目指して頑張っていただきたいです。ありがとうございます。佐野山親方がご登場です。佐野山親方の怪我との戦いで大変な土俵人生でしたね。しかし最後まで望みを捨てずに頑張って検討されました。今年の6月にはダンパスクの控えと、どうぞの応援でよろしくお願いいたします。さあ今度登場していただくのは誰でしょうか。こちら新宿にお聞きしますと、玉鷲戦、玉鷲新宿と戦った時にはいっぱい思い出があります。一番燃えたという話をされています。新十両も一緒でした。幕の内で32回お二人は対戦されました。ありがとうございます。初めて対戦された時は平成20年の9月、上手投げで持ち越しの時が勝ちました。最後の対戦は令和4年九州場所、上手投げで玉鷲関が勝っているんですね。32回の対戦を戦い抜いた両雄です。出身で同じ春日野部屋で活躍されているブルガリア出身の碧山関の本来ここに姿をお見せになるはずだったんですが、初場所を休場された関係で本日はお休みということになりました。碧山関もこれから以降もっと頑張っていただきたいと期待をしております。ありがとうございます。それでは春日野部屋の力士を代表いたしまして、栃武蔵関です。栃武蔵陽子様お願いいたします。青山が許さずだったら栃武蔵これからの事情を私たち後輩に聞かせてくださいと、おそらく今耳元で話されたんだと思います。栃武蔵関でした。